YouTube からこんなお誘い来ました。ヘルプヒーローズプログラム、技術的なヘルプコンテンツを作成しているクリエイターは YouTube のヘルプヒーローズプログラムに参加することができますと書いてありますね。そもそもそんなヘルプ系のコンテンツをたくさん作っている意識は全くないんだけど、まあそのよくわかんないんだけれども、プログラムのメリットとしてはこういうのがあるらしいです。コンテンツが基準を満たしていれば Google ヘルプの公式サポートチャンネルとしてご自身のコンテンツが紹介されますって書いてあるね。へえ、それはすごいけどね。公式チャンネルのコンテンツになれるほどの動画作ってないんで、このメリットに関してはもう全然現実味がない話だな。ここいいね。サービスの最新情報、 Google スタッフからサービスや製品についての情報を早く入手できます。つまりもしかしたらリリース前のサービスとかをね、試せちゃうっていうことかもしれないので、これはネタとして素晴らしいよね。あとね、コンテンツ作る際に細かい疑問とかもいろいろあるんで、その辺についてね、質問できたりするとありがたいかなっていう気もありますね。まあ審査に通るかどうかは分かりませんけどね、とりあえず申し込んでみようかなと。で、申し込むにはどうするかっていうと、これだね。このフォームに記入してご関心を表明してくださいと。で、そうするとこういう画面が出てきて、なんか入れるんだ。名前、生年月日、住んでいる国、チャンネルのリンク、チャンネル登録者、コンテンツの種類、はいはい。で、メールアドレス、参加を希望する理由。はい、それで入力しましたので、これで送信を押すのかな？送信と。はいはい。Your response has been recorded なんですね。これで終わりだね。これで登録完了と。あとは返事を待つっていうことなのかな。